皆さんこんにちは、ボンドチャンネルズッチーパフォーマンスです。今回はボンド名古屋でカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは飯村店長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回紹介するのがこちら。ついに完成しましたね、はい、お待たせしました。長かったですね。はい、長かった。中には忘れちゃってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、制作シリーズでお伝えしてきたワイドスター、はい、ついに完成いたしました。完成いたしました。結局1ヶ月ぐらい止まっちゃいましたかね。そうね、別にね、作業が遅くなったとかっていうわけではなくて、ものの入荷がそもそもちょっと時間かかっちゃって、最後の仕上げの、まあ、タイヤホイールがちょっと、はい、まあ、昨今 の, そのコロナ禍の影響なんかで、はい、まあ、製造業が全部止まっちゃってたりとか、まあ、言えば言うほど言い訳になっちゃうんですけど、そうね、はい、はい、まあ、言い訳です。遅れて、はいはい、ついに完成した。完成しました。で、結構こだわりが詰まった車なんで、はい、ちょっと端からご紹介させていただきたいと思います、はい、で、僕いいですか。どうぞ。あの、最初に、オーナー様のその人物像をちょっとお話ししたい。ちょっとこう年齢層、僕らは全然先輩で、うん、もう落ち着いてる方なんで、うん、今回ちょっとこうっていうのを言ってたはずなのに、はい、仕上がった車がこれですよちょっと派手すぎやしませんか派手すぎ、もう行くとこまで行っちゃおうかなみたいな。めっちゃいかついなと思って。そうね。なんすかねこれ。これね、いや、黒一色のとか 白、まあ、白のとかも過去作らせてもらったじゃないですか、うん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 、あれももちろんいかついんですけど、うんうん、2トンになった時 の、うん、そのパーツのこの強調される感じ。そうだよね、確かにこれ半端ないですよね。メリハリがすごいよね。そうなんですよ、パーツボーンみたいな、うんうん、半端じゃないなと思って。そうですね。で、細かく見ていくと、はい、まあ、もう何台もご紹介させていただいてますんで、はい、まあ、バンパーだったりもう、まあ、たまに乗り分けたりとか、うん、いろいろしてますけど、うん、今回は全部網も、はい、グロスブラックで、はい、ちょ、高級感というかツヤ感が。そうだよね、すごいっすね、うん、やっぱここを塗ってあるの見るとさ、ちょっとなんか塗りたくなっちゃうよね毎回。 あとは他のパーツと の、 ちょっとその関連性とかバランスもありません。そう、ね、C ピラーとか D ピラー の、 うん、パーツとか、あとドアハンドルとか、うん、その辺塗るとやっぱりこの辺のちょっとザラザラが目立ってきちゃったりとか。そう。で、今回とにかく塗りました。ザラザラをなくすっていうところなんですよね、はい、ドアミラーのベースなんかも、はい、全部塗ってあります。なんでこの辺もしっかり塗ってあって、ちょっと高級感が、はい、で、ここも全部、はい、ここなんかも結構塗り分けポイントじゃない。そうそうそう、まあ、その真ん中とか後ろとかね、ですよね、うん、塗り分けたりするパターンもあるんですけども、今回はもう完全にもう白と黒というだけを使って、仕上げました。差し色も入れない。入れない。ザラザラすら許さない。許さない、はい、あ、一部許す、はい、っていう感じで、まあ、全部バンパーも塗られてる、はい、あとグリルも、はい、定番のパンアメリカなんですけど、はい、ちゃんとこの、まあ、定番といえば定番ですけど、はい、塗っちゃってるという。ベースもグロスブラックで塗ってあります。でもこれも全部なんですね。そうです。だからその、ね、カメラの周りの部分が結構目立つんで塗らないと、はい、なんでそのカメラの周り、ね、そうこのカメラの周りを綺麗に見せるためにも。なるほど。で、ここも全部、はい、センサーの方の周りも全部塗っちゃってると、はい、で、上に行くと当然バードームもついてると。で、それに付随する網もその B マークの周りもメッキを殺して。あ、そうなんですよね。そうここがその周りね、メッキのリングがついてるの全部、うん、クロスブラックで塗ってあります。これこっちはどうなってるんですか。あ、こっちも全部塗ってます、ね、当たり前じゃないですか土屋さん。これが途中から追加になった、はい、はい、いいよね。いいですよね、うん、運転席から見 え, るんですよ、ね、見えるしね。これもしっかり塗ってあると抜かりないです、ね、抜かりないです。で、これパワードーム何度もお伝えしますけど、価格がやばいんですよね。価格がやばい価格がやばい。でもやっぱあるのとないので。そうなんですよ。そう、全然違うよね。これはちょっとインパクトも。そうなんだよね。ぜひこういろいろやるんであればつけたい、はい、で、最近なんかだと飯村さん結構定番というか、まあ、よくやってる組み合わせとしては、うん、ワイドスターじゃなくて、うん、リップとパワードーム。そうそれもね、すごくなんかそれって結構昔から言うと、そのテックアートとかがマグナムキットってあるじゃん、はい、カイエン、はいはい、ありましたね、はい、今原稿はないか。原稿はないですよね。ないマグナムキットとソフトキットがあったでしょ、リップタイプと、はいはい、でも彼らリップの場合でもボンネットは必ず返さない。だからリップでそんなにこう派手じゃないんだけど、ボンネットが変わることによっていきなりなんかすごくこう
良くなるんだよね。フロントのこう立体感が増すというか。そう確かに確かに確かに。だからマグナムプラスボンネットっていうのは結構定番だったんだけど、リップなのにボンネット変えるっていうのがすげえかっこいいなと思ってて、なんでこういうそのブラバスに関してもリップだけどボンネット乗っけるみたいなのはやっぱりこうすごくこうやってる感もあるし、変わった感も出るし、ここの厚みが出るんで、厚みが、そう一周どっから見てもすごく立体的に見えるんですよね、そうだからすごく重要な部品かなと思います。でそんなのも当然ついてて、で今回ベース車両はもう最初から黒いのに交換してるってことで、交換しました、はい、そうです。なんでヘッドライトと、フロントのフェンダーのウィンカーとミラーのウィンカーとテール、でこの辺もシルバーというかメッキだとちょっとまた印象が違って、そうやっぱりこう白黒っていう感じがもう一番のコンセプトにあったんで、まあ、ヘッドライトは絶対黒かなという形。ものすごい高額なんですよね。ものすごい高額、はい、まあ、LED だしね、はい、うん、その辺もちゃんとさらっと、はい、一番最初に交換してあると。で横をこっちから待っていきましょうか、はい、はい、いやー待ってたホイールはこちらでございます、はい、僕最後まで聞かなかったんで、はい、一番最後にこれを聞いた時はもうびっくりしました。あ、それ行くんですかっていう、はいはい、しかも最初に戻りますけど、はい、こうなんていうか落ち着いてって言ってたんでどっちかって、まあ、12の中ではちょっとこう落ち着いてる方なのかもしれないですけど、はい、すごいの持ってきたなと思って、まあ、そうね、はい、で、書かせてるホイールが1221のデザイン名わかりますでしょうか、はい、1551AP2XVIP ですね。うちで結構その12人気シリーズのこの2大巨頭じゃないですけど、これともう一個あの定番のこう、こう、こう1882、うん、で結構それ履いてるのが、そうなんだろう、まず23インチで2ピースができるっていうのがどうしてももう1221しか今ないんで。あ、そうなんでしたっけ。そうで、なんで2ピースにしたいかというと、やっぱりコンケーブができる。ワンピースだとどうしてもこうフラットディスクになっちゃうんで、23インチだと。なんで、まあ、あの今回はまあ23でコンケーブができるっていう部分で、まあ、1221という風な選択肢にしてあります。なるほど、はい、でちょっと前回大阪店で撮影した車でも同じことをお話ししたんですけど、うん、そのいわゆるその2ピースでも、うん、よくあるその国産ホイールの2ピースとかと違って、うん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 、このリムとディスクの2ピースじゃなくて、はい、インアウトの2ピースなんですね。そうだから ここからもうスポークが取れると。そう、はい、だからより大きく見えるし、より反らせることができるっていう。どうしてもディスクとリムの2ピースだと、うん、こうワンサイズちっちゃく見えちゃったりとか。そう、ディスクが1インチサイズがちっちゃくなっちゃったりとかするんで。ですよね。なんでその辺もこのインアウトの2ピースのメリットかな、うん、メリットですね。であとは奥行きがあるんで、ワンピースよりもそのフランジの分っていうか、その奥行きの分がね、この部分があることによってより立体的に見える。削り込み相変わらずやばいっすよね。 VIP はやっぱりかっこいいよね。このだってその合わせ面のところ、うん、あのハードウェアのところも、あ、ハードウェアのところ 削ってありますよね。はい、削ってあります。ここ抜けてんすよ。そう、はい、かっこいいでしょ。かっこいいでしょ。かっこいいっす、うん、はい、俺が作ったみたいだけど、うん、でそのボルトの取り付けのラグボルトのところもこの削りっすよ。すごいよね。わかります。かっこいい。これなんかもうちょっとあの高い、ちょっとよくわからないこう時計みたいな。わかります。こうスケルトンの、スケルトンっていうかメカが透けちゃってる時計あるじゃないですか。そんなイメージ。そうね、すごい。で今回は、はい、スペーサーで、ワイドスターに対応して、そうなんですよね、ま、はい、なので、まあ、そもそも最初の経緯がワイドスターはいいやって言われた、はい、でとりあえずホイール頼んでくれって言われてホイール頼みました。で数日後やっぱりワイドスターにしたいと数日後じゃねえな、1ヶ月後ぐらいかな、はい、でおおマジかと思って、頼み直しますかどうしますかと。そう、でもホイール結局、まあ、ワイドスターマッチングでノンスペーサーで作ってもよかったんだけど、あの何センターパッドが分厚くなるだけだったら、はいはい、あんまりここがこう入っていくわけじゃない。そうあんまり意味がない。この中のこの出っ張りが増えるだけ。そうで外に出るっていうだけだったらさ、あんまり意味がないし、まあ、万が一その例えばじゃあ次の車乗り換えましたとか、例えばホイールをやっぱりブラバスがいいなってブラバスコンプリートみたいな感じにするとかになった時にも、まあ、流用が効くっていう、うん、潰しが効かなくなっちゃうんですよね。そう
のがあるんで、まあまあこれはこれで正解な選択かなと。ブラバスもあれなんですよね、スペーサーなんですよね。ブラバスも全部スペーサー。チューナー系は、まあ、マンスリーとかもそうか、うん、でもホワイトボディにしても基本的にスペーサー、スペーサーで対応する。その辺がやっぱりこう、まあ、汎用性が高いというそうそうそう、あとデザインが変わらないっていうのももしかしたらあるのかなと、うんうん、っていうことで今回スペーサーが、はい、スペーサーで結構なやっぱり分厚さの入ってますね。そうね、でもマンスリーに比べればああまだ、うん、なるほど、まだいいかなと。だとフィニッシュですよ。フィニッシュ、はい、これも僕ちょっと意外だったっす。本当？はい。ああ、黒を持ってこなかったっていうね。そうです。うん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 、はい、もう絶対黒で来るだろうなって僕は内心思ってたんで。はいはい、はい、もうあえて今回塗っちゃいましたっていうかと思ったんですよ。はいはい、はい、そしたらこの透け感のある、はいはい、そうですね。ブラッシュド、スモークのグロスのフィニッシュで、仕上げてあります。しっかりこの金属の透け感がブラッシュドだったら若干透けてますよ。ね、うん、それやっぱりこれ高級感が。どうしてもベタな黒持ってくるとこうぼやーみたいな。確かにフェンダーも黒いしホイールもベタ黒だとねちょっとあれかなっていうんで、今回のフィニッシュはこういった透け感のあるちょっと高級感のあるフィニッシュにしてあります。同系列その黒系のダーク系の色なんですけどちゃんとホイールが際立ってるというか、うんうん、はい、そうそうそう、だから走る時もすごい綺麗だよね、光って。確かに確かに、こういうホイールってこんな足元になって、はい、でローダウンもしっかりしたりあります、はい、してあります。でデズラももう最後まで悩んでましたね、はい、目撃してしまいました。昨日ね、はい、見られちゃったからね。どっちっすかなみたいな。今回はもう本当につらつら、はいはい、井村さん的にはこうバチーンも良かったんですけど、そうだちょっと、はい、っていうのね、はいはい、まあ、でもそれちょっとスペーサーで最後調整できるっていうのもメリットです、ね、そうね、はい、そういう意味ではある程度こういろんな方向に触れる。なるほど、まあ、ちょっと足元だけでもはいこだわった足元になっております、はい、であとは、まあ、塗り分け的なものは本当になく全部このダクトとかそうもうシンプルに、あとまあキャリパー黒に塗ったり、ああキャリパーすぎて、シルバー、はい、ラッティングシルバーでブラバスロゴ入れたり。なるほど、はい、これもあえてこうなんか差し色とか持ってくるんじゃなくてなくて、はい、うん、もう金属感を、あ、なるほど、出るような、仕上げになってます。であとは塗り分けなんかも、はい、今回せず、せずもうシンプルに真っ黒黒なんです、はい、結構この辺塗り分けたりとかもう定番ですけど、うん、ここだけ別の色にそうねありますけど、ただでもこれでさ例えばじゃあ何持ってくるってそこ白みたいな。確かに確かに確かに、うん、もう白黒今回はもう徹底した方がちょっとまとまり感もあるし、うん、と思って。なるほど、はい、でさっき僕撮影前に聞いちゃいましたけどここが赤で、そう井村さんらしくないなと思ったら設定がないんですね。赤か青しか選べない。だからそのシルバー作ってほしいですよね、せめてシルバー作ってほしい。でもなんかコンプリートかシルバー見たりするんだよ、ね、え本当ですか。そう、あじゃあちょっと特別な、ね、なのが多分作ってって言えばコンプリート用には作るのかもしれないね。あ部品販売用ではやらないけ ど, なるほ ど, なるほど。あとはその AMG ってそこに入るじゃない純正が、はい、だからその AMG をまああのラッピングかなんかで潰しちゃうっていうのもね一つの方法かなとは思ったんですけど、まあ一応今回は赤のブラバスを入れてあります。はい、でミラーのベースなんか、はい、ミラーの土台もきちんと全部塗ってると、はい、絞取ってクロスブラックで。これ分解するのめちゃめちゃ大変なんですよ。これね大変だよね。さっとこう仕上がるとやったように見えますけど、うん、職人さんがめちゃめちゃ大変だと大変だと思います、はい、でこれミラーもカーボンになってます。ミラーカバーもブラバスのカーボンパーツで、これが高いんですよね。これも高いね。ブラバスカーボンパーツちょっと桁が違いますよね。そうね、いきなり上がるよね。だからそのワイドスターキットよくさ聞かれるじゃん、そのこれふうにやったらいくらですかみたいな。でワイドスターキットはまあ230何万です。でも最終仕上げると、うん、万になりますみたいなそうだからこういうさ基本キットプラスアルファの部分が特にカーボンを足していくとそうちょっとガンッとこう上がっちゃ う, という、ねうん、上がるよね。だからこうだんだんバグってきてワイドスターキット230万円安いっていうそ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 う感じになっちゃいますね。そうそうそのぐらいこうカーボンが、うん、ワイドスターキットめちゃめちゃ高い車買えるぐらいなんですけどそうカーボンパーツが特に高いっていうね。だからカーボンパーツブラバスのカーボンパーツついてる車を見ると僕うわやばーって思いになりましたマジかと思って一発高いもんね。そうなんですよ。その辺もしっかり抜かりなくやってい、はい、ついてます。確かにこうボンネットだと横のこのミラーのカバーのそう、ね、とかも効いてきます、ね、そうで今回はもう本当に白黒だから、うん、まあミラーも黒でも良かったんだけどまあどうせならカーボンなるほど
ミラーカバーになってます。でこのドアの取っ手なんかも、はい、取っ手も、はい、全部塗ってあると。はい、はい、ポッチもその塗ってあります。なるほど、はい、このポッチまで塗ってあると。はい、塗ってあります。抜かりないですね、やっぱり。もうね、基本素地、まあ素地はここは残してるんだけど、それ以外は基本的には塗ってます。でここもブラバスとかって入ってるのがあるんですよね。ある、はい、でも絶対井村さんはそれはやらないかな僕のこれは予想通りでした、うんうん、そうね、そこは主張しなくていいかな、まあ、でもそれも全体的なパッケージを考えた上での、そのバランスじゃないですか。そうだね、はい、それが似合う仕様もあるだろうし、あるだろうし、はい、今回の仕様でいくと、うん、まあ、ここはまあいらないのかな。そうですね、気がしました。はい、そしてサイドスカート、これも定番ですけど、はい、ステップラッピングプロテクションで黒くしてあります。これ外側プロテクション貼ってあります。貼ってあります。はい、はい、この辺がしっかり、だからこの辺も全部もともとメッキなのを黒くすること。そうね、だからラインでもう下側もう腰下黒みたいな、フェンダーとこうつながりができて一体感が出ております。うんうん、そしてマフラーも、はい、マフラーもブラバスの高級品が、はい、黒いマフラーが車検対応で、そうなんですね、純正バルブ対応で、そこメリットすごいですよ ね、 よね、やっぱりうまいよねブラバスってね。車検対応だしちゃんと音変わるし、純正のスイッチでフラップ開閉できるし、うん、あとはまあ値段ですけど、ね、買うよね、はい、高くてもね、うん、値段ちょっとやばい、値段をね高いよね、はい、多分これはいいですよ、大丈夫これはね、はい、うん、結構これだけでもものすごい今、うん、あの人気というか、あ、そうそうそう、ありがたいことでもね、そうなんですね、マフラーだけ変えたいとかいうことはよくある、はい、でもこれだと本当に外装別にノーマルでもマフラーだけとりあえずじゃあブラバス入れますかっていうの成立するんで、うんうんうん、はい、じゃあマフラー入れたっていうことは分かりますよね、うんうんうん、で今回黒ですけど、これクロームなんかもあります、はい、あります。車の仕上げに合わせて選んでもらえる、はい、であとはこの辺なんかも、はい、塗ってま す、 す、ね、はい、そこもグロスブラックで脂肪取って塗ってます。なるほど、はい、脂肪も取ってあるんですね。取ってあります。ザラザラじゃなくてツルツルの、はい、ツルになってます。本当にピアノブラックみたいな黒になってる、はい、で後ろも同様にこのフェンダーとオイルと、これディスクはあれですか、はい、後ろの方が本ケブ、そう、サイズはオフセット違い、オフセット違いで履いてるんで、リアの方が、まあ、フロントはキャリパーが大きいんで、どうしても例えば 400D とか 350D だったらフロントもガンっていけるんだけど、 あそうなんですか。そう、なるほど。63の場合はキャリパーが大きいので、どうしてもこうディスクが違うディスクになります。でリアはもう、はい、結構入ってますね。ね、かっこいいよね、やっぱり。かっこいいですね、うん、こうやって見るとやっぱその立体感が全然違うんで。確かに昨日もねちょっとインスタライブで話してたけど、あの純正の AMG の22インチとかよりもやっぱこういう、こう立体的に見えてすごくこう力強く見せれるようなホイールっていうのはメリットが高いんじゃないかなと。でこれも当然スペーサーなんで、うん、普通のこのワイドボディじゃなくてもこの立体感がもちろんそのまま、はい、ノーマルフェンダーでももちろんです。それすごいですね。いいよね、はい、だからやっぱりそのこういう使い回しができて、さらにこんだけボディエアロやってあっても足元負けない、確か確か確かっていうようなホイールってなかなかないんで、意外と。あとどうしてもワイドにしちゃうとその駐車環境なんかの関係もあるんで、したいけどできないっていう方もいらっしゃるじゃないですか、うん、そういう方はこう足元だけでもちょっと遊んでみるなんて非常にいいんじゃないかな、いいと思います、はい、であと後ろなんかは、はい、もう安定の、はいはい、前と同様に全部塗っちゃう感じの、はい、バンパーと網もこの辺も、はい、フットハンドルも、あれこれテールは最初からちょっと黒っぽいんでしたっけ。テールも、ナイトパッケージのスモークのテール、純正のテールに変えてあります。一番最初にも変えてあるわけです、ね、はい、そしてやってまいりました、はい、こちら高級品が、はい、スペアタイヤカバーが、はい、ついてます。でこれとここの組み合わせですよねそう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 、もともとここがボディどうしようか白だったんですよね。オプションの、あのマヌファクトゥアプログラムプラスにするとオプションで背面タイヤカバーが同色にできますみたいないうのだったんで、もともとその部分、今黒くなってるこの周りはそうボディカラー、はい、ダイヤモンドホワイトの色だったんで、ちょっとなんかオレオみたいなここに黒が見えるから黒を白そうクリームがいっぱい入ったオレオみたいな、そう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 になっちゃってたんです。まあ最初はそれでもまあなんとかまとまっかなと思ったんですが、やっぱり黒い方がほぼ完成して名古屋に届いた時まではここ白だった、白だった、そう、ちょっと全体的に見てこれちょっと黒い方がいいなっていう、そう
で今回これどうやって黒にしてるんですか？それはラッピングで。なるほど、はい、グロスブラックのラッピングを貼って黒くしてます。じゃあこうせっかく白くしたのをこう潰しちゃうんじゃなくって、うん、まあ、ラッピングなんで剥がせば、うん、もちろん元に戻る。剥がせば白くなります。そんな感じになって、はい、あとはエンブレムなんかもしっかり、はい、ブラバスのエンブレムを、はい、はい、まあ、今回エンジンやってないんでね、はい、あのブラバスっていうロゴのみ。いやもうエンジンやってないっていうか、エンジンでも700はもっとなんか普及されてもいい気がするけどね。700もすごいですからね。ね、はい、もうこの前もちょっとそんな話がブラバスワイドスター組みたいんだけどどう思うみたいな話があった時にも700ぐらいいきませんみたいな感じの話はあったの。楽しいっすよね。まあ、だいたい63のまんまでも多分使い切ってるって人いないと思う。いやー、もちろんもちろん、そう、ちょっとローマンの領域になりますけど、ああああそうだね、やっぱりこう人よりこう出てるっていう、出てるっていうね、いいよね、魅力的ですよね。ああ、ただもう本当に700だったらそれだけでもいいし、うん、はい、ちょっとこうタイヤホイールマフラーだけで700。ああ、もちろんもちろんできます。乗り分け含めるとじゃあ無限大ですね。無限大です、はい、はい、で今回あれですよね、オーナーさんまだ乗られてないんですよね。新車ですもんね。そうなんです、新車運んできたばっか。デモカーみたいな。あ、なるほど、試乗車みたいな、距離が薄い、登録済み未使用車みたいな、そう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 、そういう感じのやつですよ、のものをベースにしたので、まだお客さんは、まあ、で一回納車されたお客さんのところに、ただもうノーマルでうちの車庫に置いとくなんてけしからんみたいな感じで、はい、じゃあこう乗るための準備的なものもちょっとやらせていただいて、はい、ちょっと中見てみます。はい、開けちゃっていいですか？はい、どうぞ。でちょっとそのカスタマイズの続きでいくと、はい、エントランスというかそのステップのところ、はい、ブラバスのイルミネーションエントランスが、4枚と、あとゲートも、はい、はい、どこを開けてもちゃんと出てくる、はい、光ります。でこのピラーのところのバッチもしっかり、はい、あれこれワイドスターキットについてくるんでしたっけ？そう、ワイドスターキットにあの純正でもついてるね、はい、純正でついてるやつと似たような感じでブラバスになってる。お茶目ですね。そうそうそう、ちょっと可愛い、はい、になってます。見た目も金額も可愛くないんですよ、ね、可愛くないけどね、はい、バッチがちょっと可愛いという、はい、だと今回はしっかり足元も、はい、ペダルもブラバスに、はい、これ変えると雰囲気変わりません？結構変わるよね。やっぱりその内装ってね、うん、すごくこう乗ってる時にすごく分かるんで変えた感があるかなと。もう何だったら僕マットだけでもいいかなっていう僕あの前の会社の台車がスマートだったんです、うん、それはあの、うん、マットをブラバスにしました。ああ、そうそう、マットもね、その雰囲気が随分変わるんでいいですよね。うん、いいと思います。あれ新車って漏れなくマットついてこないですよね？あ、ディーラーの普通の新車、はいはい、はついてくるんじゃない？標準のやつは。だからプレミアムマットとかだと、あ、なるほど、あれオプションだ。それアップグレードするんだったらアップグレードするんじゃなくて、うん、もうブラバスとかのね、はい、マットにしちゃった方がちょっとおしゃれですよね、うん、あ、ブラバスになってんだっていう、いいよね。まあ、そんな感じの内装になってる、はい、じゃあ最後になりますけど、はい、僕あの以前シャドウルックの作らせてもらったじゃないですか、うん、はいはい、でもあれもう究極だなと思ってたんですよ、はいはい、そしたらもうまた別の方向でとんでもないのはやっぱりできるんだなと思って、はいはいはい、だそれだけなんかこういろんなこう方向性というか可能性をちょっと今回感じました、うん、そうだからね、まあ、もちろん色が違うだけじゃなくて、うん、そのいろんな組み合わせの仕方でいろんなこう仕上がりができるってやっぱりゲレンデ最高だよね。もうなんか売れてる理由分かりますよね、うんうん、だとブラバスがこう世界的にこう支持されたり売れてる理由っていうのもちょっと今回分かりました、うん、こう塗り分けとか、うん、もうこのパーツの豊富さとか、うん、組み合わせとか、うん、もう本当にいろんなことができちゃう。そうそう、だからこれで例えばさ上のね、あのルーフの LED つけるつけないとか、まあ、リアルーフのスポイラーつけるつけないとかでもまた雰囲気が変わってくるし、ね、まあ、なんなら屋根黒くするとかしないとかでもまた変わってくるし、すごくこう楽しい車だなと思います。なんかもう完成、お客様 の, その完成形はあってもそのなんかこの車の完成形はもうそれぞれだなと、うんうん、これがもう一番ですよっていうのはないなっていうのはそう、ね、もう本当に痛感しましたね、うんうん、でもご相談いただければいろんなものが、はいはい、であと違うちょっと組み合わせ見てみたいな、うん、はい、そうね、いろんな組み合わせ、いい色あるじゃないですか、またね、まだまだいっぱいある。水色とか見てみたいさね、はい、いいよね、そういうのでも組んでるね。あともう一つ今回このツートンのかっこよさ、はい、いやね、再確認というかツートン推しです、私、はい、これあれですよね、だからダイヤモンドホワイトの単色の車をエアロだけじゃ黒くしてっていうのもできちゃうわけですよね。できます、
できます。だからまあ別にそのワイドスター、まあ、もちろんワイドスターでもそうだしノーマルでも、ね、あ、なるほどなるほど、全然いいと思うし、だからその割とあのなんていうのか一歩踏み出しやすいと思うんで、本当にゲレンデは少しの変化でガラッと車が変わるんで、あのどんどんチャレンジしてもらいたいなと、赤黒とか見てみます。うんうん、でも本当にいろんなのができると思いますので、うん、まずはちょっとこう今のスタイリングに不満だとかちょっと変えてみようかなっていうのがあれば、うんうん、ボンド名古屋飯村さんにご相談いただければ、はい、いろんなご提案を、はい、いたします。お気軽にお問い合わせください、はい、というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。